あいつ、生意気に前より強くなってるじゃねえか。なぜだ！女神どもより圧倒的に強くなっているはずなのに、なぜ破れる！どうやら、蒔いた種から芽吹いてきたようですわね。なんだと？貴様ら何をした！簡単よ。伝説の武器を取りに戻った時に、魔王なんて嘘っぱちだってみんなに説明してきたのよ。さすがに全員が信じたわけじゃないけど、それでもかなりの数の国民が信じてくれたわ。これもあなたたちが私と国民の距離を近づけてくれたおかげなんだけどね。ルイもレジスタンスだった奴らが協力してるんだ。これで弱体化しないわけがね。リーンボックスもランランのコミュニティのおかげで世界中のランランたちが協力関係になっていますわ。それにネットも私の方で掌握済みですわ。ランランのコミュニティは世界一！兄者、またユニミテスは存在する歯を論破してやったよ。これで50人目だ。よくやったぞ、弟よ。私もちょうど500個目のユニミテスなんていないスレを立てたところだ。さすがベール様、すごい力の入れようですね。やるなら徹底的にやりませんと。だが魔王の存在を信じている人がいる限り、何度でもユニミテスは蘇るのだ。やはり私たちの国だけでは足りないようですわね。そんな、倒せたと思ったのに。なら次はネプコの番よ。私、他にネプテュールさんはいないよ。でもさ、私が言っても信じてくれるかな。ほら、女神だって証明しようにも変身できないし。それなら私がみんなに証明するです。ネプネプが女神だってことは、最初からずっと一緒だった私がよく知ってるです。コンプ、うん、ネプちゃん頑張って。議会の方とこのテレビを見ているプラネティウヌ国民の方には、突然の無礼を許していただき。何こんな時にふざけてんのよ、バカネプコ。吐いた。次ふざけたら本気でナスぶち込むわよ。だっていきなりだから何を言っていいかわかんないんだもん。今頃になって固く考えすぎなのよ、あんたは。極端な話、適当に。イエーイ、みんなのネプネプだよ。実はプラネテューヌの女神だったんだ。今は訳あって変身できないんだ、ごめんねー、くらいでいいのよ。アイちゃん、ネプネプのモノマネそっくりです。セリフもネプネプが言いそうです。いやー、さすがにそれは適当すぎる気が。おい、聞いたか、あの子パープルハート様らしいぞ。マジかよ、パープルハート様って普段はあんなに小さかったのか。嘘、私まだ何も言ってないどころか、アイちゃんのセリフで信じちゃうの。あの子ってよくギルドの仕事とかやってくれてる子よね。どこかで見たことがあると思っていたら、わしが子供の頃にお会いした女神様とり二つじゃ。マジ、あの子が女神様とかマジ可愛すぎんだけど、超ベリーグー。久しぶりに死語を聞いた兄。なんだよ、パープルハート様がやられたなんて嘘じゃねえか。あらやだ、あの子ったらいつもうちでプリンを買ってくれてる子じゃない。女神様がひいきにしてくれていたなんて嬉しいね。まさかこんなので信じてもらえるなんて。
恐るべし、ネプテューヌさん。こっちは信じてもらえるかどうかヒヤヒヤしてたんだけど、どうやら心配はいらなかったみたいだね。おお、よくわかんないけど超展開きたー。でもって、なんだか力が湧いてきた気がするよ。ネプネプ、気がするんじゃなくて本当に湧いてるですよ。光ってるです。ベール様たちも光ってます。これは一体何が起こっているんですの？もしかしてこれは知恵の共鳴？共鳴です？おそらくですが、世界の危機に対し人々が女神様をより強く信じているのが原因かもしれません。女神様の力の源であるシェアは人々の願いや祈りが元になっているのです。ならどうして女神じゃなくなったネプネプも影響を受けているんですか？予想ですが、人々がネプテューヌさんを自分たちの女神様として求め、そして望んでいるからではないでしょうか。ネプテューヌさん、今のあなたなら再び、いえ、新たな女神様になれるはずです。おお、なら主人公らしく美味しいところもらっちゃうんだから。みんな、今から私変身するよ。だから私に刮目せよ。変身完了よ。アイちゃん、ネプネプが変身したです。それに新コスチュームなんて着ちゃってネプコのくせにやるじゃない。お前のおかげでこちらまでたぎってきたぞ。みんな待たせたわね。遅すぎだっての。なんであなただけ新しくなってるのよ。ずるいわ。女神様が4人揃った今ならユニミテスを倒せるはずです。なら今度こそ魔王ユニミテスを倒すわ。行くわよみんな。ファイナルラウンドファイト。私の番だね。覚悟はよろしいかしら。その動き封じさせていただきますわ。相手は誰？さあ気合を入れていくわよ。決めさせてもらうわ。遅い！そこ！確実に仕留める。私の番だね。はぁ、覚悟はよろしいかしら。せい、遅い遅い。私の相手は誰かな。決めさせてもらうわ。やあ、遅い遅い遅い。準備は整っていますわ。これ以上好きにはさせませんわ。セイセイ、覚悟。私の番だ。セイ！やあ！確実に仕留める。これ以上好きにはさせませんわ。覚悟！はあ！セイ！遅い！誰にしようかな？あとはお願い！もう遅いわよ。
相手は誰？別に痛くなんか。やっ！やっ！やっ！ジャンピングアーツ！ね？死にたいのは誰なの？これが女神の加護よ。覚悟はよろしいかしら。なんで？覚悟！私…覚悟！覚悟！喰らいなさい！相手は誰？私では力不足なんですよ。私のターンですわ。ここが使い…さっさと終わらせましょう。力不足なんですよ。念の相手は誰？あとはお願い。任せて。私の番だね。逃がさないよ。はっ、燃えろー。私のターンですわ。この場はお譲りいたしますわ。私にお任せです。ここは本気で行かせてもらうわ。女神の力見せてあげるわ。これが女神アクアク。私の番ね。やあ！なんだって切り裂く！しびれなさい。負けるつもりはないよ。そっ、患者さんはどこですか？はい。ワクワク。私の番だね。私まだお嫁にだって言ってないです。で、死にたいのは誰なの？なんだって切り裂く！って痺れなさい。負けるつもりはないよ。この患者さんはどこですか？私の番ね。やあ！てこいつの威力はどう？痺れ。負けるつもりはないよ。残りよろしく。怪我の治療は任せるです。私の番ね。怪我の治療は任せるです。皆さん。ね、死にたいのは誰なの？で、やあ、なんだって切り裂く。トリコロールオーダー。私の番。遅い遅い。そこ遅い。バリアブルエッジ。ワクワク。私にできることな。で、死にたいの。あとは任せるわ。任せて。やあ、やあ、当たって。患者さんはどこですか？選手交代です。任せてくださいな。確実に仕留める。
ぎ払う。やっと私の番ですわね。見せて立ち上げますわ、私の真の姿を。変身完了。さあ覚悟なさい。女神の祝福を。これ以上好きにはさせませんわ。少しもったいない気もしますけど。相手は誰？そこ！確実に仕留める！遅い！そんな逃げ腰じゃ勝てないわよ。これ以上好きにはさせませんわ。決めさせてもらうわ。あとはお願い。これ以上好きにはさせませんわ。その動き、私の番だね。ば、私の番だね。どりゃー、やー、準備は整っていますわ。くらいなさい。遅い。せい、覚悟。ラストストライクで貫く。私に任せて。整っていますわ。覚悟！喰らいなさい！せい！ラストストライクで貫く！私の番だね！決める。誰にしようかな。準備は整っていますわ。ここはこれですわね。負けるつもりはないよ。覚悟はよろしいかしら。ここはあなたの方が適任ですわね。頑張るです。
さかユニミテスを打ち破るとはな。魔王ユニミテスはもういないわ。観念するのね、マジェコンヌ。たかが創造の産物を倒しただけで調子に乗るなよ、女神ども。私が貴様ら4人の力を身に宿していることを忘れてはいないだろうな。あなたもですよ、マジェコンヌ。生まれ変わったネプテューヌさんたちは以前よりも何倍もパワーアップしているんです。どういうことだ。これまでは先代の女神様が生み出した世界を管理する女神の代理に過ぎなかったのですが、下界の人々がネプテューヌさんたちを自分たちの女神として強く望んだことにより、世界を管理する女神の代理から人々が自ら望んで大陸の守護を託した女神として生まれ変わったのです。最後の最後で墓穴を掘りましたね、マジェコンヌ。ねえ、イストワール、今の話を聞く感じだとネプテューヌだけじゃなくて私たちも生まれ変わったってこと？はい、ネプテューヌさんと違って見た目こそ変わりませんが本質は変わっているはずです。前よりシェアの力を強く感じられませんか？そう言われると確かに前よりもシェアが私の力になるのを強く感じるわ。もう少しで悲願が叶うのだぞ。そんなことがあってたまるか。いい加減諦めたらどうなの。こういう言い方は好きじゃないけど、多勢に無勢、あなたに勝ち目はないわ。それはどうかな。諦めないと言うなら容赦しないわ。はあ、私の武器が砕かれた。脆い。普通の武器で私に傷をつけられると思うな。やはり英雄の武具でなければ太刀打ちできないの。なら私たちに任せてもらおうか。まさか貴様らの持つそれは。姿形は違うがてめえの考えてる通りのものだぜ。こっちが不利ということか。ならばここは引かせてもらおう。逃げるつもり？逃げる？違うな。世界の終焉までに時間をくれてやろうというのだ。せいぜい残された時間を楽しむのだな。ねえ！聞いてくれたの？みたいです。逃げてくれて助かった。正直こっちも体力とか限界だったんだ。お疲れ様です、ネプネプ。かっこよかったですよ。本当？コンパにそう言ってもらえるだけでもパワーアップした甲斐があったってもんだよ。あとはマジェコンヌただ一人ですわね。時間がどうこう言っていた気がしますが。確かに気になるわね。けど今日はヘトヘト。考えるのは明日にしない。私もノワールに賛成。休みたいわ。じゃあ帰ってみんなで勝利のプリン食べようよ。まさかユニミテスが女神どもにやられるとは。少々侮りすぎていたか。それに形は違えど奴らが持っていた武器、あれは間違いなく四英雄の武器。共に先代の女神を撃った奴らの武器がここに来て最後の障害になるとは。まあいい。何も私が直接女神どもに手を下さずとも奴らを葬るなどたやすいこと。なすすべもなく下界ともども滅ぶがいいさ。ねえ！
うまい、コンパ、ご飯おかわり。ネプネプ、もう5杯目ですよ。食べ過ぎじゃありませんか。育ち盛りだからね、あと3杯はいけちゃうよ。じゃあネプネプがもっと大きくなるように昔話みたいな山盛りにするですね。よろしく。まさかあんなにいがみ合っていた女神様がみんなでご飯を食べる日が来るなんて、師匠として嬉しい限りです。お待たせ、唐揚げ上がったわよ。おお、アイちゃん気が利く。じゃあ私はレモン絞るね。ピューっと。てめえ何しやがる。何って、唐揚げにレモンかけただけだよ。あ、もしかしてブロンってレモンそのまま食べる人だった。ちげえよ、何唐揚げにレモン絞ってんだよ。唐揚げにレモンとか唐揚げに対する冒涜以外の何者でもねえだろうが。おお、レモン絞らない派の人って実際にいたんだ。ネット以外で初めて見たかも。ミニ、覚えておいて。レモンをかけると揚げたてサクサクの衣がしんなりしてしまうわ。それはギルティよ。そう？私はレモンをかけた方が味がさっぱりして好きだけど。普通に食べても美味しいのですが、そのままだと少々こってりしすぎますしね。ぼっちと豊島は黙ってろ。誰がぼっちよ。誰が。聞き捨てなりませんわ。年は一緒のはずでしてよ。それに子供みたいなあなたにだけは言われたくありませんわ。これ以上レモン派に唐揚げを汚される前にまとめてぶっ飛ばしてやる。望むところですわ。なぜ唐揚げにレモンがついてくるかもわからないようなお子様にレモンの存在意義をわからせてあげますわ。ベル、ここはレモンを絞る派同士共同戦線で行くわよ。ええ、リーンボックスとラステーションの初の共同戦線ですわね。数じゃこっちが不利のようね。ネプテューヌ、あなたはどっちなの。まさかレモンを絞る派ではないわよね。ネプテューヌを引き入れようとしても無駄ですわよ、ブラン。さっきネプテューヌが唐揚げにレモンを絞ったことこそがレモンを絞る派である証拠よ。真のボッチはあなたのようね。うぅ、クスクス。それのどこがレモンを絞る派の証拠だっていうの。レモンを絞る派に気を利かせて自己犠牲の精神で唐揚げにレモンを絞った可能性もあるわ。あなたバカなの？ネプテューヌがそんなに気が利くわけないじゃない。なんかの気の迷いがあったかもしれねえだろ。なんか私目の前ですごい失礼なこと言われてるような気が。実際のところどうなんですの、ネプテューヌ。絞らない派だよな。何言ってるのよ。レモン絞る派に決まってるわ。そうよね。私は美味しければどっちでも。てめえ、中立とかふざけてんのか。唐揚げ論争は絞るか絞らないかの二つ限り中立など認めませんわ。中立を通そうっていうのならレモンを絞らないことを認めている時点であなたはレモンを絞る派の敵よ。こうなりゃ一人でも構わねえ。てめえら全員唐揚げの名のもとにぶっ飛ばしてやる。今にもハード戦争が勃発しそうです。その場合、歴史的にはハード戦争、原因、唐揚げのレモンに対する意見割れってなるのかしら。そんな歴史記録したくないのですが。
Thank you.